げたように私たち今年で4年連続ここのステージに立たせていただいていてですね、今年も立つことができてとても嬉しく思っているんですが、4回もこのステージに立つとちょっと見覚えがある方がねちらほら見えまして、ね、左からペッピーさん、ペッピーさん一つ飛ばしてペッピーさん、いやいや全員ほとんど男だから、あ、ほとんど男だから、そんな話ばっかりしててもね、はい、歌が歌えないんですけど、はい、私たちは柳瀬でを中心に活動していまして、はい、私たちの永遠テーマっていうのが、せーの、カムバック柳瀬ということで、1曲目聴いてください。カムバック柳瀬、
こで自己紹介をしたいと思います。はい、私は妄想園415の19歳。ここに初めて来た時は高校1年生の16歳だったんですけど、なんと来月成人を迎えまして、すごい空気悪いサーキットこと若宮咲人です。私が若宮って叫ぶので皆さんでサーキットって返してください。まあ、ゆきちゃんやってくれればいいわ。はい、やります。せーの、若宮サーキット。もう終わっちゃったんですけど、はい、この前リオオリンピック、そうですね、とても盛り上がりましたよね。もうすぐパラリンピックですしね。そうですね。しかも今日は長良川の鵜飼カップということで、鵜飼カップで活躍するアスリートを皆さんを応援したいと思います。はい、この曲の中ではタオルを振り回すところがあるんですけど、まあ、今日こんな暑いんでね、皆さんタオル持ってると思うので、私たちが振り回したらぜひ一緒に振り回して盛り上がっていきましょう。ない人は競輪の新聞を振り回してください。いいね、その案お願いします。ぜひみんなで振り回しましょう。はい、それでは聴いてください。恋人アスリート。日焼けで真っ黒
13時43分、1時間後にまたここでステージがあるのでぜひ遊びに来てほしいんですけど、この後すぐにガールズケイリーさんのステージもあるのでぜひぜひ楽しんでください。